えー、こんにちは。今日はつれずれ草を読むの101回目になります、えー。とうとう100を超えまして、えー、全体で243段ありますのでいよいよ100番台に入ったのですが先のことをお話ししておきますと100番台というのはちょっと長いものが揃っています。 長いと言ってもも中間のものですね十号くらいのものなんですけどもでちょっとしたエピソードみたいなちょっとしたエピソードというか、えー、記録といいますかねへえー、面白いなみたいなその見聞にあたることなのでしょうかねそんなものが書かれています。 でこのシリーズというのは、えー、音読をするための準備作業としてのいろいろお話をすると。で私自身が、えー、この絵を最後に通して音読をするんですけどそのために必要な準備作業を前半でお話をしてで最後に、えー、読むというやり方をとっています。でこれはあの「つれずれ草」の解説ではなくて「 声に出して読んで、えー、繰り返し読むことによってまた、えー、中身が分かっていくということですね。で、音読による理解を目標にしての準備作業の解説です。で、主な印というのはあのー。 えー、区切りをつけるところですとかあるいはアクセントを見ていくのですけどもねその他の、あのー、補助的な印としては、えー、人物が登場するで今回の場合も何人かの人物が登場するんですけどもその人物をまるで囲むというようなやり方もとっています。で割と あの出来事が記してありますのでねあんまり考え方というのを理解するのは難しいんですけどこういう事実だなというのは分かりやすく書かれていると思います。で読んでいきましょう。ある人ですねある人がいます。のの内弁を務められきる 任大臣の設営の内弁を務められけるにとこの「任大臣の設営の内弁」っていうんですけど、ね、ある人が大臣を任命する設営というのは「解」ですね「説」というのは区切りという意味です。でその内弁というのは何、えー、というかなその発表 発表役っていうんですかね伝え役任命を知らせる役とそれを務めたんだと「務められけるに」の「け」にですねこれはあのー、アクセントがつきます。ある人任大臣の設営の内弁を務められけるにと内規の持ちたる戦名を取らずしてってこの内規というのもね係員ですね。その書類を 渡すす人かな、えー、任命をするでこういう細かいところはもうあの歴史的ななんか言い方があるんでね要するに、えー、書類を持っている人っていうのかな書類を持ってきた人でしょうかねその人の持ちたる宣明ですね宣言文です。取らずしてです。 勤めた時にこのある人がその印に書いてあるその宣言文っていうんですかね誰を何に命ずるというその文書なんでしょうけどし文書っていうかまあ書類ですね「取らずして」「取らずして」取らずし「取らずして」「宣明を取らずして」「答をせられにけり」です。 東証っていうのはそこの会場のに上がってしまった。えー、これは着席してしまったということかな。うん、これにはあの会あの用語解説では着席したと。その書類を持たないで着席してしまったと。でこれを健吾さんなんて言ってるかというと決まり決まりなき七七来ですね。 七雷なれどもこれはもうさとんでもない間違いだと「失礼」って書いてあるけど、ね「失礼」というんですね昔ね礼を失してるわけですね。「極まりなき失礼なれども」「立ち返り取るべきにもあらずと」とこれはいいですねわかりやすいですね。「立ち返り取るべきにもあらず」と。 こここれはここ心の中です、ね、まあとんでもない失敗なんだけど書類持たずに、えー、立って元へも,もう一回取るために戻ることもできないとで思い煩われけるにと思い煩うです思い煩うじゃなくて思い煩われけるにさあ困ったぜと思っているところに。 人6位の劇というのは内気っていうのはうん何だろう劇というのは内気の外にいるというのかな内気の方が位が高いような感じますね。でそこにあのついているのを劇とそのですから今出てきた人は誰ですかっていうとある人がいる。 ナイキが、えー。持っていたその文書、書面を。取らなかった。このナイキっいうのはあまり登場しませんがそこへ。席についてしまったところへ、六位の劇という安綱さんという人が。また、これがね、もう一人。を、働いてです。で、あの、ある人がっての、これ抜けてます。頭のところ、で、安綱がっていうのも抜けてます。 絹かず、絹かず、絹かずきのですね。女房を語らいてです。語らいは話してでしょう。ですから、そばについているあの女官ですね。女,女性のまあ補佐役の人と相談して、えー。話をして、かの鮮明を持たせて。持たせてですね。 つまりあの安綱さんが動いたんではないけどもこの,あの補助をしている、えー、女性に取ってこいとその書類をね「かの鮮明です。「かの鮮明ですね。「かの鮮明を持たせて忍びやかに立,つ立てまつらせり」ですね。いいですね。「忍びやか」でわからないように 「忍び」っていうのはね今でも「あの忍ぶ」っていうのは隠れるようにっていうふうな言い方ね目立たないとそして出てくるのが「いみじかりけり」です。 意味ジというのはもう「つれずれ草」の最初から出てきてますけどね「意味ジっていうのは、うん、なかなかいいよ私は意味字は意味ジのままで、えー、意味が意味があるっていうのかな、うん、意味があるっていうんで「メージっていうことにつながるんでしょうけど「字」ね、ジっていうのはなんか「道」みたいな感じしますけどねでも「死」で書いてありますね。なかなかか 良かったといいよというふうな結びになってるんだろうとでこれはあの解釈は全然書いてありませんね最後にある「イミジ」だ「イミジ仮りケりしかありません。でこの事情を察してくださいと何がイミジっていうとおまずはある人は困っちゃった人だからあまり短くない。 むしろ安綱さんが、えー、補佐の女性にああの「書類持ってってやれよほらよ」っていうね目立,目立たないようにそうしてあげたっていうそこのところがイメージなんでしょうね。というわけです。でででは最後にま、えー、まとめで読んでおきます <laughs> 第101弾ある人 忍大臣の世知恵の内弁を務められけるに内気の持ちたる鮮名を取らずして刀匠せられにけり極まりなき七雷なれども立ち返り取るべきにもあらず思い煩われけるに六位の劇安綱 ぬかづきの女房を働いてかの鮮明を持たせて忍びやかに奉らせけりいみじかりけりというわけです。今ふっと思いついたのは「いやなかなか気が利いてるね気が利いてるよ」っていうその気が利きの気が利きのところが何か。 イメージっていううことを何でしょうねまあ誰かが失敗をしてしまった時にそーっとー目立たないようにそれを助けるというね何かこの人間関係の良さとかねこの安綱さんという人の思いやりというか何か、えー、心配りがねなかなかいいなということで。 イメージカリケリということになるんだろうかなと思いますね。というところで、えー、今ちらりと変なもんが出ましたけどここで終わりにいたします。どうもありがとうございました。